はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。あれです。サイレンですね。続けてやっていきます。よろしくお願いします。とりあえずは、もうね、来日条件がどんどん少なくなってきて、いい感じだと思うんだけど、まあ3日ががっつり残っている不安と。で、タモンさんをクリアするには、どうやら宮田をクリアしないといけないと。宮田をクリアするには、リサさんをクリアしないといけないらしいので、見た感じね。で、まあ、第二条件が出ないのはしょうがないんだけど、例えば第二条件が出ているのにもかかわらず、ロックとか何も出ない時は、もうすでに自分で何条件をクリアしていて、あとは頑張るというらしいですね。下手にクリアしてしまうといけないらしいですね。ね、条件達成をしてしまうと、まずい、まずいとか、やりづらくなる、わかりづらくなるらしいですね。で、志村の庵野さんを連れていくエスコートゲームなんですけども、あれ、第二条件と同時にクリアする必要はなかったらしくって、第一条件だけでも全然大丈夫だったみたいです。俺の運ゲーを仕上げた2時間は一体何だったのかと。経験値はね、確実に上がったけど。じゃあ、リサさん行こうか。俺、名前さ、リサさんとミサさん、ミナさんか。全然間違えてるよね。ミナさんと最初に戦ったのは、ね、リサさん。で、スコップ女はミサさんだね。ミナさん。ミサさんって誰やねん。美浜さん。美浜さんはよくわかんねえからな。じゃあ、行こうか。あ、これじゃないや。ね、天使堂の発見。これ、ムービー変わってるかな？シャベルで敵対するとか。ダメそうですね。やれやれ。じゃあ、天使像の発見、中庭を探る。中庭を探る。でも、中庭を探るっていうのは、あくまでも他の、宮田さんか。宮田さんの、何？宮田さんの何かをクリアするための条件なんだよね。でも、あれ、ちょっと待って、スコップじゃない。シャベル持ってねえんだけど、こいつ。え、これじゃ天使像の発見できなくね？あ、で、まあ、できなくはないだろうけど。スタートどこだっけ？ここに2階だからわかんねえな。スタートがここで、中庭開くのかな、これ。もしいきなりもう開けて中庭開いちゃうんだったら、それでもいいんだけど。ちょっとお姉ちゃん、お姉ちゃん帰ってもらって。ちなみにお姉ちゃんってさ、俺が扉を閉めても帰、何、開けていくじゃないですか。帰るときも、なんつうのかな、ちゃんと閉めるのかな。閉めるわけねえよな。で、ここは全部鍵がかかってて、向こうに行くとね、いつものルートに行くんだけど、中庭探るっつったってな。ちょっとゆっくり行こうか。いや、コメントもね、さっき、まあ、メニューの画面で話した通り、ありがとうございます。こんな感じで行く。あと、リサさん、この動き面白いね。リサさんの武器があるらしいんだけど、どこにあるんですかね。全然見つかんねえんだけど。こっち行っていいのかな？見つかるかな？こっち振り向かなければ大丈夫だよね。開く？鍵かかってんだよな。中庭への鍵をどっかに見つけないと。やっこの鍵もないんだけど。これどうしたもんかな？こっちに鍵があんのかな？
ということはまずお姉ちゃんの動きをちょっと見ながらかな。追ってはね、お姉ちゃん追っては来れないんで、多分そんな感じなんだろうな。お姉ちゃんってどこまで行く？結構奥まで行くね、お姉ちゃん。開くか？ここ開くんだ。さっき開けといちゃおうか。ね。で、探索を行って、今役に立つものはない。今後役に立つ。お！これか、傘。これが最弱武器？なの？だってあれじゃない、あのサブスピードだと結構強い武器なんじゃないの。これは傘だよ。振りは、うん、振りはそんなに速くない。強攻撃も速いわけじゃない。戦おう。はい上がっている。でここは逃げるわけにはいかないだね。どこにいるお姉ちゃん。もうちょっと見てくれな。あ、ここか。もし見つかってもいいや、戦うから。あ、復活がねどれくらいになるか分かんないけど、ここ左向いたらあの最強なんだけどね、お姉ちゃんが。もし向くかな。向かないね。このさ、ムング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 って言ってんのは何かな。立ち止まっちゃったんだけど。来ました。おいし、うっ、うっ、うっ、やばい、ハムラセ。あ、くっそ、最弱たるゆえん、昼間寝てやんの。でもさ、今姉さんって言わなかった？気のせいかな。ね、姉さんじゃないのかな、言ってることが。とりあえずこっち来て、何をするかだね。何すればいいのかな。お姉さんを避けることはできないから、でもあれよね、一回攻撃をためらったというか、他の、ね、キャラクターと死人が相対した時のあの雄たけびを上げるような感じで突きはできるみたいなので、それを利用して逃げていく感じでいいか。これマップ開くとね、敵の動きも止まっちゃうから申し訳ないんだけど、となるとどこだ、10、貯蔵庫、まあ、傘いらねえんだけどね。この辺はまあ特に何も役立たなくて、ああ、乗ってない場所があるのか。こっちだな、101の方の鍵、扉からも中庭に出れるから、それをちょっと試してみようか。とにかく中庭に出てしまえば、こっちのもの、と、いうことも、ああ、いるんですね。シビトがいるんですね。外にもシビトがいるんじゃな。一応傘持ってくか。ねえ、ブレインに効かないだけで、多分シビトには、シビトにはっていうか、ノーマルシビトには、いやー、効くとはね、全く思えないんだけどね、ぶっちゃけて言って。どんどん進んでいくよ。ね、一応傘だけ。ムング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 。つか、ここにさ、傘なんてあったっけ？開いたっけ？扉。開いたかな？武器にはなるが、ほとんど威力はない。せやな。で、一応後ろを向くんだね。
でもう一度そっちに行くと、ムング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 。どの辺まで来るかなんだよね、お姉ちゃんが。一応鍵はね、かかってると。一応、しゃがんどくか。もう見れば、人影は、あの動画、プレイ中では見える。動画内ではもしかしたら見えないかもしれない。歩け歩け。見えるんだよね、若干だけどさ。どんどん行こうぜ。あ、消火器。消火器使うんじゃないかなと思うんだよね。消火器がある。瓶を抜く。あー、わかんねえ。とりあえず瓶抜くか。攻撃に使うようじゃないらしい。なるほど、これで煙幕になるんだ。で、これ大丈夫だよ、これ一生ちゃんと煙幕だよね。一生煙幕でって言葉もおかしいけどさ、これでもし消えちゃ、煙幕消えちゃうとまずいんだけどね。まあ消えちゃったら消えちゃったでしょうがない。もう一度襲われた時点で、まあ、抜ければそれでもいいんだけど、今はそれどころではない、にならなければね。ちょっと、消えちゃったよ。じゃあ、あれだな。ギリギリまで待った方が良さそうですね。で、この時点でさ、抜けんじゃねえの？なんでだよ。ちょっと待って。どうしてあの、あ、そうか、攻撃をすると、あの、なんだろう、一回、落ち着くのかな。となると、どこだ？ここか。開けて、拾って、で、止まる？止まる？止まる。あれ、あん？攻撃をすると止まるけど、動くと動くんだ。じゃあ、あれだな、あんまり傘必要ないな。抜けるか？抜けねえな。抜ける自信がないな。無理か？さすがに無理か？完全にこっち見てるもんね。帰りそうか？帰らねえかな？ダメかな？帰ってったね。これでいいか。あとは、あとはどうするかだな。時間に余裕はね、ある。時間に余裕はあるっていうか。とりあえず消火栓、楽しそうだな。消火栓抜いちゃって、そこからの話だよね。コメントなんかいただいてたのは、そうだね。蛍光灯よくわかんなかったね。で、犬シビとか、何かがいるので、それだけ気をつけて、まあそれは中庭にね、ちゃんと出れればの話だけど。で、こっち行って後ろ向くんだよね、こいつ卑劣にも。で、その後は後ろ向かないはずだから、こっち行っていいんじゃないかな。ただガラスのパリン、ね、パリパリ音がするから、
あんまり良くないかもしれないけど。で、ここでゆっくり多分歩いていっても、鉢合わせする感じはしないと思うんだよね。結構ゆっくりだしね、お姉ちゃん歩くの。で、ギリギリ帰ってきたところを見計らって、消火栓を抜くと、一気に。変に「おーい」とか言って叫んじゃうと警戒モードに入っちゃって、ね、警戒モードが解除されるまでに煙が消えちゃったりしてもまずいし、これ隙間空いてるかな、ちょっと空いてるかどうか分かんねえな。ね、そこの扉ですね。まあ、101が空いてもいいんだけどさ、もうちょっと欲しいな、もうちょっと欲しい。よし、いいか。もう抜いた瞬間から煙が立ち込めるのか、それとも一定時間必要か。いや、もう抜いた瞬間から、あ、煙になってるね。俺が、寂しいの？困る。これさ、見つかってんだけど。さて、こっからだね。さてさて、何をするか。消火栓、見つかった後の方がいいのかな。消火栓でね、目くらましができてないんだよね。それをどうするか。なんだよね。非常ベルも鳴らせんのかな。そこがちょっと問題ですかね。失敗するとさ、時間がすげえかかるからさ。ベルを鳴らすっていうのがまず出ないね。それどころではないんだと思うんだよね。それどころじゃ、試すかどうかだよな。まあ、とりあえず抜くか。とりあえず抜いて、完全に煙なんだよね、これ。抜く必要あるかな、こいつを。見えてるもんね、だって。見えてねえわ。ここも開く。やっぱここも開く。から、一回ここを探索しよう。すげえ煙。とりあえず閉めとこうか。ね、を閉めといて。で、ゆっくり探索しようか。待って、ムングムングしてる、ちょっと。最悪なんだけど。何これ。何かが動いてる。怖い。誰だ？人か？うわ、バカ。天使のレリーフ。おっと、やってしまった。終了条件2をクリアしてしまった。中庭を探らないといけないので、なるほど。一回中庭を探してからですね。まずは最後にレリーフを見ましょう。じゃあレリーフじゃん、像じゃなくて。
浜直子卒業文集ということは、この人もこの村出身なのかな。まあ進めたのはよしとしよう。ミプレゲー来ましたね。一旦でもカットじゃないや、一旦切って改めてプレイしようかな。みんないなくなっちゃう。天使様？